こんにちは、アップです。今日は今 Amazon を見てたら、レーザーさんがですね、限定セールっていう、まあタイムセールかなをやっていたので、その中から軽くトップ5ぐらい個人的におすすめのデバイスを紹介できたらなっていう感じで動画を撮り始めたので、よかったら参考にしてみてくださいということで、まず早速第1位、レーザーナーガプロ。ナーガプロ、これどんなマウスかっていうと、サイドボタンのところがマグネットで取り外し可能なタイプになってて、3種類のサイドボタンが選べて、ボタンが2つのタイプ、ボタンが6個のタイプ、ボタンが12個のタイプっていう、それぞれの好みに合わせてマウスがカスタマイズできるやつでして、まあ、これ実際に自分が今こんな感じで、今はボタンが6個のやつを使ってるんですけど、これがめちゃめちゃお気に入りで、もう1年以上使ってるマウスなんですけど、これがね、今回セールやってたんで、まず第1位としておすすめさせていただきます。で、このマウス、まあサイドがこうやってね取り外せるっていうのももちろんでかいんですけど、個人的にめちゃめちゃおすすめしたいポイントとしては、この部分、マウスこう持つと薬指の部分かな、ここが本当にマウスを握る時のグリップ力にめちゃめちゃグリップがめちゃめちゃ良くて、ね、これってあんまり他の普通のマウスにはない部分なんで、これがあるっていうだけでマウスの握り心地がね全然違うんで、このマウスめちゃめちゃおすすめです。もうかれこれ1年以上使ってます。はい、ということで続きまして第2位、レーザーブラックイドライト JP マーキュリーホワイト。メカニカルキーボードで、かつ静音なタイプ、音が静かなタイプでして、これはレーザーでオレンジ軸のテンキーレスモデルってやつですね。これなんで2位かって言ったら、まず見た目がめちゃめちゃおしゃれ。マーキュリーホワイトって言って、まあレーザーの白のシリーズなんですけど、何よりも見た目がかっこいいんですよね。で、かつこの静音のタイプで、このブラックウィドウライトは確かキーの裏に静音リングっていうゴムの輪っかをつけることができて、それをつけることによってさらにキーを押す音が小さくなるっていうね、そういうタイプのキーボードでして、見た目もいいし音も静かで、キーの押し心地もいいっていう、めちゃめちゃいいキーボードです。しかも安い。これはね、俺も一昔前までずっと愛用してましたね。見た目も良くて性能もいい、超おすすめなキーボードです。これが第2位。はい、続きまして第3位、レーザーイスクルゲーミングチェアですね。これがレーザーが初めて出した椅子かな、ゲーミングチェアでして、今回はブラックがセールになってるのかな、多分ブラック&グリーンはちょっと在庫切れのようですね。レーザーイスクルブラックがセールやってるんで第3位でおすすめ。俺が今実際に使ってるのがレーザーイスクルのブラック&グリーンの方を使ってるんですけど、めちゃめちゃ座り心地はいいし、この腰の部分にランバーサポートっていうのがあって、これが可動式で自分の背筋にフィットする感じで動いてくれるっていうやつで、これを合わせるとめちゃめちゃ背筋よくゲームできるし、全然ね疲れることもないんで、かなり値段はするけど値段相応の能力っていうのかな、なんていうの、性能が発揮されるんで、めちゃめちゃおすすめのゲーミングチェアですね。ゲーミングチェアって高いだけでね、それだけのお金出す意味あるのかっていうのがよくあるけど、これは出す価値あるなっていうのが個人的感想、結構おすすめです。ということで第3位はレーザーイスクルゲーミングチェア。はい、続きまして第4位、またマウスですけど、レーザーバシリスクアルティメット。これが今使ってるレーザーナーガプロの1個前まで使ってたやつですね。レーザーバシリスクっていうシリーズでして、それの無線モデル、アルティメット無線モデルっていうやつですね。バシリスクはサイドボタンが3つあって特殊な形で配置されてて、こういう感じで親指のところにグリップがあって、で横にサイドボタン2つと親指の先っちょのところにもう1個ボタンがあるっていう面白い形状。これもレーザーは、レーザーの中ではバシリスクだけかな。ナーガプロは薬指のところにグリップがあって持ちやすかったんですけど、バシリスクの場合はこの親指のところが若干このカーブになって、ここにグリップがかなりあって、これはこれでめちゃめちゃ持ちやすくて良かったですね。でボタンも多いし、ボタンが11個搭載されてるんで、ボタンも多くて握りやすくて、かなり使いやすいマウスでしたね。これも長い間
それこそ長プロ使う前までずっと使ってたんで、結構長い期間CG で大会メンバーやってた頃はずっとこれ使ってましたね。レーザーバシリスクアルティメット無線のモデルが第4位です。はい、じゃあラスト第5位、レーザーワイヤレスゲーミングヘッドセットブラックシャーク V2 プロ。ぶっちゃけ自分イヤホン派なんで基本的にイヤホンしか使わないんですけど、唯一レーザーのブラックシャークシリーズ、これだけは使えるんですよね、ヘッドセット。他のヘッドセットってやっぱり頭の締め付けが強かったり重かったりで首が使えたりってして全然使えなかったんですけど、レーザーのブラックシャークシリーズめちゃめちゃ軽いんですよね。軽いし音もいいんで、これはかなりありです。で、そのブラックシャークシリーズの、V2 が一番軽いんだったわ。V2X は軽いんだったわ。まあ、ブラックシャークシリーズ自体が軽いっていうのが結構売りになってて、それの無線タイプが今回セールやってるみたいです。レーザーブラックシャーク V2 プロ。プロっていうのがこのヘッドセットのシリーズだと無線のタイプ。なんで、まあ、他の無線じゃないタイプに比べたら若干バッテリーとかのあれがある分、重量は若干重いけど、にしても軽量の 320g で、無線で 320g って結構すごいと思う。でかつ音質がいい立体音響の THX っていうねやつ、 7.1 ちゃん THX のやつが入ってるんで、音もいいし無線だし軽いしっていう、もう完璧なヘッドセット、これが今セールやってるみたいなんで第5位として入れさせていただきました。なかなかねヘッドセット、昔は帽子かぶってメガネしてってやってたあれもあってヘッドセット無理なんだよなって思ってたけど、こんだけね軽いと締め付けも全然気にならないし頭も疲れないしで、かなりいいヘッドセットなんで気になった方はぜひ。はい、ということで第1位から第5位までレーザーナーガプロ、レーザーブラックウィドウライト、レーザーイスクル、レーザーバシリスクアルティメット、レーザーブラックシャーク V2 プロということで1位から5位でした。他にもいろいろねレーザーのページでやってるセールが見れるんで、気になった方はぜひ概要欄にそれぞれ全部リンク載っけておくので見てみてください。はい、ということでアップルの個人的な今セールやってる中でおすすめのトップ5のゲーミングデバイスでした。気になった方は見てみてください。それでは。